はい、どうもゆたです。と今回はちょっとこちらのサベルトの4点ハーネスですね、買ったのでちょっと取り付けをちょっとやったことないのでやってみたいなと思います。あの10月にプロバの壮行会があるんですけど、それにちょっと行こうかなと思って、一応もう申し込みはしてあるんで行くんですけど、ちょっとフルバケだと体動いちゃうんでハーネスないときついかなと思って一応買いました。もしあのご視聴者様の中でプロバの壮行会行く方いれば、ぜひちょっとお話できればと思います。これがバックルですね。下にも一応 1,2,3,4,5 個あるんで、一応6点も付けられるようなバックルですかね。一応4点のやつなんですけど、こんな感じです。一応偽物とか出回ってるんで、一応あのヤフーショッピングのちゃんとショップのとこで買ったんで、偽物じゃないことを一応祈ってるんですけど、大丈夫だと思うんですけどね。まずじゃあちょっとリアシート取っ払います。ちょっと取ったことないんですけど、やり方は調べてきたんで、この今僕が手やってるとこにレバーがあるんで、これを引くと簡単に取れましたね。見えますかね、ここにこのこれがこういう風に引くと、ここに多分挟まってんのが取れるんで簡単に取れます。はい、じゃあ4点ハーネスのまず腰の方の2つを止めるフックを止めるところですね。このシートベルトじゃねえや、レールの一番後ろにここにボルトあるんで、これをちょっと取っていきます。あー、かてー、おっとっとっと、よしよしよし、よいしょ、これで取れました。で僕はあの付属にアイボルトついてるんですけど、こういうやつアイボルトじゃなくて、こっちのフックジュランのシートベルトフックなんですけど、これをちょっと僕はつけたいと思います。これ2個で2000円ですね。1個1000円です。高いですね。
で反対もちょっとやっていきます。で、こちらも右同様、同じくはめていきます。こんな感じですね。はい。じゃあちょっとハーネスを通していきたいと思います。こっちは多分左右ないと思うんですけどね。も通してきます。で、このバックルがついてる側がこっち側、これ右席用のやつなんで、これどうやって取んだ、取り方がわからん。取れないの？取れないのかもしれないです。右席用のやつ買うとこっちにバックルがこう残るようになってます。で、こっちの腰も通します。で、これ閉めちゃいますね。こんな感じです。で、こんな感じです。こんな感じ。やっぱここだけ残るんですね。これこうやってやると他の取れるんで、一箇所だけ残りますね。で、そしたら肩の方はこう来てるやつをこれクロスさせて、で、ここにカチャンとはめます。こんな感じですね。あれ、よいしょ。で、あと今ここのここにもともとあるんで、フックっていうかここにかけちゃってるんですけど、このシートベルトの付け根のこのボルトをさっきのあのアイナットに変えてつけてる方もいらっしゃいます。か
多分どっちでも大丈夫だと思うんですけどね、めんどくさいんでちょっと僕こっちから撮っちゃってます。強度的には多分ちょっと僕は保証できないですけど大丈夫だと思います。あと腰下の方ですね。穴がちっちゃいな。ここにの穴が小さすぎてギリギリですね。こんな感じでフックの穴がかなりきついです。もしかしたらこのサベルトのあのベルトの方のフックが大きいのかもしれないです。こっちもちょっとギリギリすぎちゃってもう動かないですね、これやばいですね。よいしょ。はい、じゃあちょっとつけてみたいと思います。今日は暑いんで汗がものすごいんですけど気にしないでください。でまず腰をつけてここで引っ張って調整してきつくして、で次肩、でこれでつきました。で肩がまだ緩いんでここでこう引っ張ってもらうと、これでもうキツキツなんで全然動かないですね。なんでこれでサーキット行ってもかなり体は安定するんじゃないですかね。これ最高ですね。あと絞るところはこんな感じになってます。てるかな、こんな感じです。これをこう、これをこう引くとこう締まる感じですね。で腰の方の締めるやつはこっちに
横にこんな感じになってるんで、これをこう引いてあげるとこっちがきつくキュッと締まります。こんな感じですね。いやーかっこいいですね。10月、筑波線走るんで、プローバ主催ので、山内選手と井口選手も来て、なんかドライビングレッスンしてくれるようなやつなんで、ちょっと楽しみにしてます。